株価ブ,ブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。株価ブ,ブパラダイスは今月から YouTube での早耳情報サービスというものを開始いたしました。特典は2つあります。特典1、朝の注目銘柄の情報をゲット。特典2、夜の動画を1時間早く会員さん限定で見ることができます。そして昨日から特典1の朝の注目銘柄の情報をメールでの配信も開始いたしました。 メルマガの大手のマグマグさんからの配信です。まずは朝の注目銘柄情報だけを受け取ればいいやっていう方。そういう方はぜひマグマグさんに登録して情報を受け取ってください。詳しくはこちらの動画、新情報サービスついにスタート、改転、改定版3をご覧ください。それでは今日の日経 はい日経今日は43円上げましたねで前日のダウがね連日の最高値ということでねほんとすごいことになってますよねボーイング社が何かね大きい受賞をしたというようなことでダウがね上がっていますけどもで日経もですね小幅高ということにねなりましたねはいうんなかなかねまあまあいいんじゃないですかねでもまあ昨日のねちょっと開始ねの ところまではね、ちょっと戻れなかったんですけども、まあね、なんとかね、3万円のところの近くまでね、だん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 こう戻ってきましたのでね、はい。うん、なんとかね、頑張ってまたね、3万円の上の方までね、行ってほしいと思いますが、はい、それで、えっと、マザーズですけども、マザーズもね、超ち,ちょい上げだったんですよね、うん。 でね、ちょっと上がったんですけども、ちょっとね、陰線っていうか、まあ、ほんとちょっと陰線で、で、上品をつけたんですが、まあ、なんとかね、ちょっと下値をね、切り上げながら、75日ンのね、上にね、なんとかね、出ていってほしいと思いますけどもね、はい、頑張ってください。以上、g 愛関連でした。続いて、テーマ別、はい、まず最近よく見ている NFT 関連からなんですが、 いなんと、ガーラなんですけども、ガーラね、今日ね、またまた上げてね、13%上げました。いやー、すごいな。で、えっと、昨日ね、結構な気気をつけたんですけども、その上髭をね、取りに行って、かつね、それより上でね、引けましたからね、いやー、すごいですね、今ね、このガーラの勢いがね、まあ、ゲームのね、NFT ということだと思いますけども、なかなかね、本当に、 こう、ずっと前にね、爆上げしたね、大相場ね、思い出しますけども、ね、本当毎日行ってますけども、はい、ガーラ、ね、どこまで引くかね、すごい楽しみですね。はい、それから、ですね、なんと神話がですね、8%上げましたね。はい、おめでとうございます。うーん、すごいな。で、昨日、ね、とにかくまあ、昨日とか一昨日とかね、この、と IR が出るね、前のところまでね、もう戻ってきましたねということで、これなら、ね、買いでいいんじゃないかっていうような話をしましたけども、一方で、と、 臨時の総会がね、株主総会が、と、再々延期ということにですね、再々延期再延期再延期ですね。2回目の延期ということにとなってしまったので、それはそれでね、心配だという話をしましたが、しかしね、今日は力強くね、8%ね、上げてきましたね。はい、うん。でね、これ、あのー、 これについてはですね、上げた理由もね、それなりにね、あると思うんですよね。この2時過ぎぐらいからね、ドーンと上がってきたんですけども、うん。で、それについてはね、新ネタのコーナーでね、やりますのでね、楽しみにしておいてください。はい。それでね、開花なんですけども、開花もね、1円上げて、まあ2%上げということになりましたね。はい。うん、まあまあまあ、なんとかね、このボックスの中でね、 上下しながらね、信用外をね、なんとかうまく整理して、またね、上の方にね、ドンと行ってほしいと思いますけどもね。はい。頑張ってください。それから、とですね、リンクユーですけども、リンクユーね、漫画の NFT 化のリンクユーは、8円下げて0.6%下げたということになりましたが、うん、まあまあまあね、チャートは崩れてないと思いますんでね。はい。これもね、面白いテーマだと思いますんで、頑張ってください。 はいそれからあとですね、毎日見ているモバイルファクトリーは2%以上下げましたがと、2日連続ね、ちょっと陰線で下げていますけども、とここのねと、ところまでね、なんとか戻らないようにね、すればね、とチャートもね、まできてると思うんですけどもね、ここだから1420円ぐらいですかね。で、ここのところを下抜けすると、ちょっとね、苦しくなってきますけども、 まあ、ここの辺りでですね、またこう、うろうろして、ボックスに入ってうろうろして、また、えっと、うまい具合にね、発射台を作ってね、上にドンと抜けてほしいと思いますけどもね、はい、材料はね、かなり面白いと思いますんで、ずっと注目しています。以上、NFT 関連でした。続いて、えっと、仮想通貨関連なんですけども、はい、仮想通貨関連ね、結構ね、今日上げたんですよね。で、マネックスがね、6%以上上げて、リミックスもね、3%上げたんですよね。うん。で、これはですね、 と、ビットコインが、はい、と割とね、こう、またね、戻ってきてるんですよね。リバってきてね。うん、なかなかね、こう、上の方にね、どんどんどんと来てますのでね。今、64万円ぐらいですけどもね。うん。ということでね、いい感じでビットコインが上げているのでねと、仮想通貨関連もね、今日はね、上げてきたということだったと思いますけどもね。はい。以上、仮想通貨関連でした。続いて、 で水素関連なんですけども、はい水素関連ね、毎日見てるね家事デックなんですけども、また、あ、今日もね、ちょっと20円下げて 0. 3、0.3%下げちゃったんですけども、うん、まあね、こいだも言いましたが、ここのね、下ひげつけた6500円のところをね、まあ、下抜けし,しなければね、なんとかね、頑張っていけると思うんですけどもね、それにしてもなんかね、こう綺麗な右肩下げるにねなっちゃってますので <laughs>、はい、なのでね、この6 0 0 0円 6500のところでね、うまくリバってくれればですね、なんとかね、耐えれれば、この横横何にしかしてね、また上にね、ドンと行く可能性もね、あると思うんですけどもね、はい、なんとか頑張ってください。以上、スイーツ関連でした。続いて、と新型コロナ関連なんですけども、最近ずっと気にし始めている、また気にし始めているアンジェスですが、今日はと10円下げで0.1%下げたということになりましたけども、はい、うん。 まあまあね、あの、チャートはまだね、死んでないと思いますが、またね、いつこう、いい材料がね、出てくるかっていうところね、ポイントだと思いますけどもね。まあ、そうそうね、毎日そういうね、あの、いい IR はね、出ませんのでね。はい。なので、まあ、ある程度ね、下げながらもですね、うまいこと NG を描いてね、頑張ってほしいと思いますけどもね。はい。以上、新型コロナ関連でした。続いて、5G 関連ですけども、はい。 まず、リバエリクですが、今日は8円上げで0.7%上げたということに、ね、なりましたね。うん。まあまあまあね、いいんじゃないですかね。チャートもね、まあまあまあうまいぐらいに、ね、整いつつあるかなと思いますのでね。はい。うん。ゆっくりでいいので NGO 描きながら頑張ってあげてください。はい。それからですね、アルチザネットワークなんですが、今日ね、1.5%上げましたね。はい、おめでとうございます。で、今日は、と昨日のね、陰線のね、 は頭のところまでね、戻ってきましたからね。うん、うん。ということで、この前回のね、上着につけた高値のところをね、いよいよね、こう、えっと狙いに行けるような位置までね、まだ戻ってきたと思いますんでね、うんい。もう少しかもしれませんけど、はい。まあ、うまい具合にね、行けば一気にね、ドンと行く可能性はね、なくはないと思うんですけどもね、この2100円ぐらいまで。うん。まあ、見ています、ずっと。はい、頑張ってください。以上、5G 関連でした。と続いて、直 最近の IPO 関連の前に言い忘れた EV 関連ですけども、はい、EV 関連ね、と、まずね、ユニバンスがですね、6%ありましたね、はい、おめでとうございます。うーん、やりましたね、頑張りましたね、と、したねはね、うまい具合にね、こう切り上げながらね、上がってるんですよね、うーん、いやいやいや,いやこれね、なかなか綺麗なチャートにね、整いつつありますよね、うん。 ということで、まあ、このままね、すんなり行くとも、まあ思えませんけども、NG を描きながら、うまい具合にね、上げてほしいと思います。はい。それからですね、あと毎日見ているダイヤエレックはですね、ちょい下げで1.8%下げましたが、 まあねダイヤの場合は、この増資をしてね、発表して、ね、一番下げたのはここなんですけども、まあ、ここまでね、3、ここのところでなんとかね、戻ればいいラインだと思いますんで、まあ、ここまで来たらね、またね、こう、いい感じで戻れるんじゃないかと思いますけどもね、はい。まあ、そこまで戻らずにもね、なんとか NG を描いてね、頑張って上がってほしいと思います。 はい。それから最近気にしている松尾電機ですけども、今日は5%以上下げましたが、まあ先週ね、いい製新製品のね、IR が出たのでね、なかなか同意づいてね、上がってきてると思いますけどもね。はい。まあまあね、すんなりそんなにね、簡単に上がらないと思いますので、はい。下値を切り上げながら、なんとかね、NG で頑張ってほしいと思います。はい。以上、EV 関連でした。と続いて、直近の IPO 関連ですけども、はい。 なんとね、今日一番上がったのはね、またね、交換できるくんなんですよね。しかもね、今日18%上げましたよ。これ、どうなってんすかすごいなぁ。いやーすげえっすね、この交換できるくん。いやこんなにね、上がるとはね、思ってもいませんでしたけどもね、これ想像できた方いらっしゃいますかね、これ、交換できるくん。いや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 、すごいっすね、本当に。だからこの、 と、q d レーザーとかね、まあ、いろいろありましたよね、上がってったやつがね。はい。まあ、だけどもですね、結局ね、これが一番今すごい感じになってますよね。うん。 いやー、すごいな。で、改めてね、またね、交換できるくんのね、授業をちょっと見たいと思うんですけども、インターネットを利用した住宅設備機器の販売というようなことなんですけども、まあ、時価総額がね、そんな大きくないんですよね、そもそもね。うん。で、まあまあ、授業内容もね、このコロナ禍の中ではね、うん、まあ、納得できるようなものではありますけども、いやー、それでもしてもね、すごいなー、すごいなーっていうことしかもう出てこないんですけど、 で、ロックアップはね、もう90日間と、あと1.5倍ってやつなんですけど、もう90日間ね、これとっくに立ってますよね。うん。立ってるはずなんですよね。なので、もうね、あの、ロックアップ時計でね、と、降ってきてもね、いいはずなんですけども、とっくにね。ですが、こう、上がり続けているということでですね。なかなかね、これすごいっすね。いや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 、びっくりですけどもね。はい。うん。ということで、 と交換できるくん、すごいです。はい。<laughs> という <laughs>。で、あとですね、今日ね、昨日言った通り2社ね、と上場したんですよね。で、まず1つ目がですね、このエイピア。はい。エイピアが上場しましたが、とまったまたですね、まあ、最近よく言っている、ちょっと寄ってからちょい上げして、そこからね、ガンガン下がってくるっていうね。 ちょっとパターンに、ね、なってしまったんですけどもね。まあ、それでもね OB 系に向かってはね、ちょっと上がってきたんですけども、はい。で、こちらの授業内容も昨日が説明しましたけども、と最先端の機械学習のと AI でのまあ、セールスの領域の話ですよね。はい。うん。というようなことなんですけどもね。まあまあ、これもね、ちょっと今後どうなっていくかね、見ていきたいと思いますが、で、寄ったのがですね、まあ1.3倍だったんですよね。うん。 割と、ね、こう控えめなんですけども、ただね、ちょっと時価総額がねやっぱ大きいんですよね。1000、3000億以上ぐらいの、ね、想定時価総額でというようなことでしたので、ですねまあまあまあね、そんなちょっと簡単にはね上がらないんじゃないかって昨日言いましたけども、はいまあ、ロックアップは、ね、それでも割とねいいんですよね。この4%近くがねとかかってないだけで、あとは180日とか、ね、306日なんですけども、はい。 これもね、ちょっと明日以こう。どうなるか見ていきたいと思いますが、あともう一社はスパイダーですね。はい。で、スパイダーもね、似たような感じなんですよね。で、寄って、まあ、っちょい上げしてですね。で、そっからまたね、結局は、こう下にね、 だだだだ下がってきてしまったということなんですけども、まあ、それでもね、一回こう、昼にね、どんと上がったんですよね。で、やっぱり下げて、でも、まあ、大引きに向かってね、また上がってきたという形に、ね、なりましたけども、はい。で、スパイダーの話もきま、き機能しましたけどもで、こちらは建設業を主な対象とした建築図面現場でのアプリというものの話なんですよね。うん。で、こちらは、まあ、想定時価総額が326億 1>, 1億円ぐらいということで、それでもね、まあまあまあね、あのそんなに小さくはないんですよね。うん、で、寄ったのが1.5倍なんですよね。なので、まあ2倍いかずに寄、ね、ったので、とまあ、今日ね、あの陰性つけましたけども、明日以降ね、ういぐらいに上がっていく可能性もね、まああるかなと思いますけどもね、でもうすでにロックアップが解けているのが、この5.5%ぐらいのところですから、はい、明日以降ね、これも気にしてね、見ていきたいと思います。はい 以上、直近 IPO 関連でした。続いて、新ネタ。はい、新ネタのコーナーですけども、まずね、えっと、ベクターですけども、はい。で、ベクターね、今日ね、ストップだけできましたね。はい、おめでとうございます。いやー、やりましたね。久しぶりですね。本当にね。で、ベクターね、一時ここまでね、バック上げした後に、結構ね、下げてきてですね、で、 一体ね、どこでリバルかって話をしましたけども、はいそれで一旦ここのね横横に入ってね、いい感じになったんですが、その後落ちててですね、で,でもうやっとね、こうまあ、下が終わって、で、まあ、下が終わったんですけどね、やっぱりちょっと下がってですね、で何日かね、今、横横ボックスにね、やっといてですね、で発射台的な感じにね、少しなっていたんですよね、実はね、うん、そんな中でですね、新しいプレスリリースを出しましたね、はい。 それがみんなの電子署名が商業法人登記のオンライン申請で利用可能にというようなことに、ね、なったんですよね。はい、それでね、今日ね、と爆上げしたということになりましたね。はい、で、まあ、前回上げた時のの、ね、話もこのね、 みんなの、ね、電子署名をスタートしますよというようなことで、月額、ね、固定0円で、ね、始めますよというようなことで、でまあ、これで、ね、相当買われて、で今回はその同じ、ね、とソフト、アプリに対してと商業法人登記のオンライン申請で利用可能にということが、ね、出ましたので、ね、上がってきたということになりましたね。はい それでね、ベクターね、なんでそんなにね、そんなことぐらいでね、買われるんだっけって話ですけども、で、まずね、時価総額ね、そもそもちっちゃいんですよね。まだ100億もいってないね、60億とかね、そのぐらいの話ですし、あと一番の話はですね、やっぱりソフトバンクがね、大株主なんですよね。うん。で、まあソフトバンクの参加にいるということでですね、で、ソフトバンクグループがまあね、これをね、うまい具合にね、広めてくれるんじゃないかっていうね、 そういうね、お迷惑がね、ありますよね。はい。なのでね、ベクターこれでね、何か新しいネタが出るとね、すぐにね、こう火がついてね、ドーンと変われるという状況にね、今あるんですよね。で、前回ね、こう爆上げした時の、もうかなりね、半分以下に全然なってますからね。はい。うん。なので、えっと、いい感じでね、今またね、戻ってきたかということになりましたね。はい。いいと思います。頑張ってください。はい。 それからですね、あと、大阪ゆかなんですけども、なんとね、今日ストップだから引きましたね。はい、おめでとうございます。でね、これはどういう話かっていうと、で、これがですね、3月29日に出ていたものなんですけども、有機化合物、積出方法に関する特許取得についてというようなね、ことが出ていたんですよね。で、ここに書いてある文章もですね、何やらちょっと難しいことがね、書いてあるんですけども、で、 昨日ね、それが出ていてですね、で結構ね、ここまでね、上ひにつけたんですよね、で上ひげつけたんですけどもと、残念ながらね、押されてしまったんですよね、うん。で、ここまででね、あの引けてしまったんですけども、今日はね、それの、またね、見直し買いが入ってね、ストップ高までね、買われたというような動きになりましたね。はい うん。なのでね、これ一日遅れてね、ストップ高まで来たというようなね、まあ、ものなんですけどもね。まあ、たまにありますよね、こういうのねね、IR が出た日に、と結構ねと、売りが出てね、叩き落とされるんですけども、またね、そのうちね、何日か経ったらね、急にね、こう上がり、上がっていくっていうね <laughs>、ようなものがね、結構ありますよね。今回はね、この大阪遊館がね、そのパターンでしたけども、はい。 うん、まあよかったんじゃないですかね。はい明日以降またね見ていきたいと思います。それからですね、あとフラクタルなんですけども、フラクタルね、えっと今日はマイナス2%だったんですけども、まあまあまあね、でも朝はね、結構高くまでね、こう買われたりしたんですよね、うん。でもね、残念ながらちょっとね、マイナス2%になってしまったんですけども、はい。でね、実はこちらはですね、えっと、29日のね OBK 後に IR が出ていて、はい。 で、肝硬変治療に関する医療機器の国内承認申請のお知らせというのがね、出たんですよね、うん。で、これの内容もですね、そこそこ難しいんですが、まあ、キーワードとしては、肝硬変に対する ADRC を用いた世界初の治療となります、ということがね、書いてあるんですよね。うんうん。ということでね、これはね、まあ、 承認の申請だけなんで、まだね、その承認されたというわけではないんですけども、しかし、このね、世界初の、まあ、と治療っていうようなことがね、書いてあってですね、まあ、ある程度ね、もうちょっと期待できるかなと思ったんですけども、残念ながらね、ちょっとね、売りに抑えてしまいましたが、と、まあね、このチャート見るとね、結構な、こう、こう、なんかね、新元素みたいな感じでね、なかなか珍しいチャートですけどもね、うん。 となかなかね、不思議なチャートですが、しかしながらですね、さっきの大阪ゆかみたいにですね、また何日か経ってですね、これが見直し買いがね、ひょっとしてね、入る可能性もね、あるかなぁとね、思ってね、今日ね、またちょっと話題にしてるんですけどもね、どうですかね。はい。うん、これはね、また明日以降ね、ちょっと気にしていきたいと思います。はい。続いて、先ほど言っていた神話なんですけども、はい、神話ね、今日ね、8%ね、上げたんですよね。うん。おめでとうございます。で、 とですね、さっき言った通りに、と臨時の株主総会がです、ね、2回延期されてちょっと心配だという話はしましたが、しかしですね、今日ね、なかなかね、この2時過ぎてからね、ドンとね上げたんですよね、さらにね。それでね、それなりにね、これ上げてきたっていう理由がね、これだと思われるのが、はい、こちら。と美術品の偽物排除へということで、国がね、官邸の指針でブロックチェーンで取引履歴管理を推進ということがね、呼び出新聞がね報じたんですよね。 でね、これ本当にね、もう神話がやってることのね、もうど真ん中ですよね。うん。いやー、すごいのがね、来ちゃいましたね。はい。ということでね、この釘のね、もう、あの、方針にね、バッチリね、乗っかっちゃったっていうね、ことになったので、明日もね、結構上げてくるんじゃないかと思いますけどもね。はい。うん。ということでね、毎日こうね、神話をね、こう気にしていった回があったと思いますけども、はい。うん、いいと思います。明日以降ね、またどうなるかね、見ていきたいと思います。神話、頑張ってください。 以上、新ネタのコーナーでした。続いて、3月30日に注目と言っていた中で、まだお話ししていないのが、まずこの高取りですけども、 はい。うん。これがね、いい決算が出てね、寄らずのストップ高でしたね、今日ね。はい。おめでとうございます。よかったですね。はい。それからですね、あとね、この JMS なんですけども、はい。JMS ねと、昨日ね、いい IR が出てね、で、まあまあ、もっとね、買われるかと思いましたが、ちょっとね、重かったですけども、はい。で、これはどういう話かというと、シリンジで、と新しいのがね、開発しましたということで、で、ワクチンをね、今まで6、 1回分しかね、打てなかったのを、その新人事を使うとですね、7回分打てるっていうようなね、ことがあるというような新人を開発しましたということだったんですけどもね。うーん、まあね、こうちょっと寄ってからね、や結構ね、寄り点になってしまったんですよね、残念ながらね。うーん、まあしかしながらね、またね、この手の話がですね、と例えばと、河野大臣とか、 うん。あたりがね、あの、つぶやいたいとかね。<laughs> まあね、なんか、機会あるごとにね、ことあるごとに、そういう報道がね、なされればですね、またね、こう上がっていく機会もね、あるかなと思いますけどもね。はい。見ていきたいと思います。それから、昨日ですね、謎上げした ASJ ですけども、と ASJ ね、今日は、と1%以上下げたんですけども、陽線でね、引けましたが、はい。うん。 まだね、これ、上げるつもりなのかどうかね、なぜ上がっているのかがね、さっぱりわかりませんので、はい、知っている方はね、ぜひね、YouTube にね、何かね、書いていただきたいと思います。はい。以上、3月30日の注目銘柄でした。はい、続いて、3月31日の注目銘柄はい。ベクター神話。ユニバンス。JMS。バンクオブイノベーション t i リンクユー k ラクタル モバイルファクトリー、松尾電機、はい、この世の中心に見ていきたいなと思ってます。はい、それではここで、株株ブブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。